はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は、旅行会社正社員1年目23歳の方の給与明細です。仕事内容は、ホームページ上や雑誌で募集している旅行企画に予約されるお客様の電話対応、旅行企画の詳しい、えー、工程書作成、宿泊施設、えー、などへの手配、仕事に必要な資格やスキルは、電話での失礼のない接客、 各観光地への知識勤務時間が1日8時間プラス残業2時間収入が16万、えー、月収16万年収200万ボーナス2万で給与明細ですえー、っと、えー、基本給が18万5529円で前払い退職金9476円総支給が19万5005円そこから控除が引かれて手取りがえー 189,670円となっていますえ今回は旅行会社正社員の方の給与明細でしたえ何年目でしたっけ1年目ですね1年目なので工場は引かれてないんですけどまあ、工場、えー、市民税とか住民税が引かれるようになったらもう少し手取りが下がるので、まあ、もうちょっと年数重ねて基本給が多くなっていかないとかなりきついかなっていうふうに思いました 今回はこれで終わります。チャンネル登録お願いします。